国民協会は明治時代に存在した国粋主義団体。政治組織として国民政者があり、衆議院の院内会派としては他の理当系議員と共に議員クラブと名乗った。1892年、西郷継道を会党、品川矢次郎を副会党として設立された。幹事として渡辺孝樹、牧牧牧新、白井遠平が選出され、他に、 中央交渉部の笹とも夫佐藤正造、津田真道、大岡育造、古昇家門、曽根荒介、元田はじめ、白根千一、広瀬貞文などが参加、自由党右派の荒い号なども参加した。既存の離党系に加えて、第2回衆議院議員総選挙で、当時の第1次、松方内閣の支援を受けて当選した管理的な議員が多い。 政府の不国強兵路線を熱心に支持したが、条約改正や財政規律の確立を求めて政府に厳しい注文をつけることもあった。第2次、伊藤内閣では国権主義を掲げて政府が進める日英通商公開条約の調印に反対して、コロッパの一翼を担い、事実上の野党であった。だが、政府の策動で最後を、そ根の引き抜き、 離脱にあって打撃を受け、さらに1893年12月30日には国民協会そのものが政治結社として認定された。このため、翌31日に存在意義を失った国民政社・議員クラブを解散して国民協会に一本化し、品川が中心となって運営することになった。1894年の第3回衆議院議員総選挙では、 離党中最多の35人が当選したが、議席自体は大きく減らした。その後も、立憲改進党と共に、反伊藤内閣、反自由党を標榜すると共に品川と山形有友と関係を軸として、貴族院の研究会や沢会とも連携した。立憲改進党などが、新歩党を結成した際にも、品川は、山形の支援を期待して、政党内閣阻止のための、 三党定立路線を維持して、第三党の地位を保持した。だが、Y ン内閣の成立、それに続く、第二次、山形内閣と県政党の連携によって、孤立無縁となり、1899年品川は国民協会を解散して、政党活動からの撤退を表明した。そのため、所属議員は新たに帝国党を結成した。一般的には、 正当とみなされるが、厳密には異なる。ABCDEF ブリタニカ国際大百科事典、小項目事典国民協会。コトバンク。2019年4月4日閲覧。ABC デジタル大事宣国民協会、ケフクアイ国民協会。コトバンク。2019年4月4日閲覧。宇野俊一他編、日本全市講談社、1991年。 976ページ。ISBN4 から06から 203994X。百科事典マイペディア国民協会、国民協会、コトバンク。2019年4月4日閲覧。ありがとうございます。